はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ファットライダーです。今日はですね、見てくださいこの天気、めちゃくちゃ晴れてますね。快晴、雲一つありません。ということで近所神奈川県をですねツーリングしてみようかなというふうに思います。最初の目的地は、私以前滝が好きということでねお話ししてると思うんですが、滝をちょっと見に行きたいなというふうに思います。では目的地までスキップ。はい、もう間もなくですね最初の目的地、斜水の滝というところにね向かいたいなというふうに思います。向かいたいなというか、もう間もなく到着ですね。でこの斜水の滝なんですが、以前のね土砂災害の影響で平日と土曜日は一般公開できないんですよね。で幻の滝みたいな形で日曜日しかですね見ることができない滝という形でですね今なっております。というのもね、土砂災害の影響で、まあ、今工事を行ってるんですよね。修復工事を行っている関係で平日と土曜日は見れないというような形ですね。実際にね見てみてどんな形なのかなというのをね目で確かめて感動していきたいなというふうに思います。ではでは、もう間もなく到着なので見ていきたいと思います。はい、今ですね斜水の滝をですねちょっとね見てきました。すごく綺麗な滝でしたね。落差もあって静かな形で厳かな感じがしましたね。それと、まあ、最初お伝えした通りね土砂崩れの関係で工事をしてて奥までは行けないような形ですね。見ていただければね分かるかと思うんですが、赤いね橋があったと思うんですが、あの手前までしか行けないような形ですね。でもねすごく綺麗なところでしたね。手前に慶祥寺っていう、ね、お寺があるんですが、そこの中にねお地蔵さんが風車を持ってねいっぱい並んでるところがあって、それもねそれはそれですごく綺麗でしたね。いやーよかったね、滝好きなのでこういうのねたまらないですね。でね次はねまたね滝巡りです。今ね神奈川県の山北町というところにいるんですが、今度ね箱根の方に登って、箱根の確か玉蓮の滝だったかな、こっちをねちょっとね目指していきたいなというふうにね思います。いやー気持ちいいね、快晴でね何とも言えないですね。さあ無事故無違反楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。はい、まもなくですね次の目的地、玉蓮の滝だったかな、そちらにですね到着ですね。玉蓮の滝ですね、ちょっと探してみたんですが見つかりませんでした。全然わかんない、場所が全然全くわかりません。歩いてる人にですね聞いたんですが、ちょっとわからないですみたいなこと言われて、地図見てもねなんかね行き方がねよくわからないんですよね、まあ、地図の見方が悪いのかもしれませんが、ということでこれはまた再度リベンジしたいと思います。次はねちょっとね天気がいいんで海をね見に行きたいなというふうにね思います。どんな海が見れるのかな。目的地は茅ヶ崎市のサザンビーチでございます。さあ行ってみよう。はい、今ですね茅ヶ崎海岸でちょっとね休憩、海を見ながらね波の音を聞いたりね子供たちの遊ぶ声を聞きながらちょっと休憩してきました。
穏やかな海、綺麗な海でね、すごい癒されましたね。いやー、よかったよかった。ということで今回は滝巡りをですねお届けしました。一つだけね滝が見れなかったんですが、斜水の滝は綺麗でとても良かったですね。落差もすごいあってね、早くね復旧工事が終わることを願うばかりですね。それと行紅蓮の滝見たかったんですが、場所がどこだか全然分かりませんでした。すいません、これはまたリベンジしたいと思います。そして最後ね、神奈川地元の方まで戻ってきて、茅ヶ崎海岸でね波を見ながら景色を楽しんでおりました。ということで動画はこの辺で終了したいなというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またちょっとこいつのこと気になったなと思う方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただいて次の動画でお会いしましょう。ファットライダーでした。また見てねー。